寺本英は日本の生物物理学者。日本の数理生物学の実質創始者。本人は生物物理学を称する。湯川の弟子で林中志郎が宇宙物理を、寺本が生物物理を開拓した二大巨頭であった。島根県出身。1965年京都大学教授。1967年。 生物物理学会会長。京都大学退官後、龍谷大学の教授を務め、在職中に70歳で死去。日本の数理生物学の実質創始者であり、第一人者であった。寺本は、日本の生物学、進化論を、現在の進化の総合説に確信した。その契機となったのは、57歳の寺本縁を、 代表として、文部省の特定研究プロジェクト、生物の適応戦略と、社会構造1982年により、多くの若手を引き込んで研究を遂行したことによる。それまでは、集団を単位に分析がなされていたが、これ以後、個体を単位に、生物の集団、進化を捉える方向に変わった。集団を中心とする見方は、今に金次を頭に、生態学、 霊長類学など多くの成果を生んでいたが、寺本を中心とする若手が反旗を翻した。ただ、寺本自身は、今世の弟子の筆頭角である、梅沢忠夫のお玉邪氏に関する数理研究を発展させ、多くの論文を書くなど、今世の孫弟子とも言える存在でもあった。ノーベル賞コンピューターのない戦後間もない頃、手計算で生物学の理論を確立した。 一方、アメリカで同じ試みを、コンピューターで計算した学者は、ノーベル賞を取ったという、国力の差が、業績の差になる一例である。この本は、数理、特に確率での興味ある問題を扱っている。この複数の著者らは、当時、学会を指導する最先端のリーダーであった。組織、 歴史生物物理学会ウェブサイト2010年4月24日閲覧、無限、カオス、揺らぎ媒風館に記載がある。ノーベル賞の受賞者の名前も記載されている。生物物理書号。ありがとうございます。